ソルと共に元老院の侵略を退けた甲斐。しかしそれはより巨大な陰謀の前触れに過ぎなかった。さらなる熾烈な戦いを予想し、一抹の不安を宿す甲斐の瞳の色をディズィーは見逃さなかった。まさか再生するとは。パラダイムさんの話ではもう少し時間がかかるそうですよ。らしくないですよ、あなたが弱気になるなんて。あ、そう見えますか。そのような目で見ては剣がかわいそうです。私の剣はいつの間にこんなにも短くなったのでしょう。以前はこの切っ先が届く中に世界が収まっていたのに。覚えていますか、初めて出会った時のこと。あの時の言葉を今度は私が届けましょう。あなたを切ります。ギアには生きる価値がありませんか。イジー&ジョニー、記憶と記録に残しましょう。私はただ仲間を守りたいだけです。守る、私もです。私もただ自分の世界を守りたいだけ。言葉がわかるのですか。ならば我々は戦う必要などない。いいえ、人が大きな力を恐れることは理解しています。互いに非がなくとも争いは起きる。未知のものを恐れているだけです。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。タイガー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 タなかなか。ん？また？ああ！きっとね、大丈夫。うぅ！よっ！水をつかまってみや！やめなさい。うぅ！うぅ！アンビリーバブルだ。やっぱりやめましょう。わぁ！放っておけない。イジー、ご機嫌ね。これが2本目、レッツ激闘。もらった、ボンクルージャー、ミスファイル。もらった、大変なか、ボンクルージャー、ミスファイル。大変なか、大丈夫。ディズニー&レイ、記憶と記録に残しましょう。
それではダメなのに。ディズニーご機嫌ね。イケイケじゃない。ね、強くなったでしょ。私がそう言えるんだもの。ディズニー&アーサー、記憶と記録に残しましょう。こちらこそ、今から楽しみです。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。アンソーです。今日もお休みのところも、はい、おめでとう。ゴールドそんな、うまい、ご安心を。そこは悪いの得意とか、はい、お任せください。では向かわせましょうか。その予約付き形式でよろしいんですよ。もちろん番組を変更させていただきますが、はい、お願い。そうなんですよ、長く続くと大体過去の話に。ありがとう、大丈夫。ディズニーご機嫌ね。イケイケじゃない。几帳面ですね、紙にまで名前と住所を書いておくなんて。でも確かにこれならなくしても誰かに届けてもらえますね。さあ一緒に拾いましょう。ディズニー&ジャム、記憶と記録に残しましょう。痛いからって直しな。あたしが勝ったらバイトしてもらうよ。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。手をくれば、どっちよ。容赦ないよ。カウンター、うん、手をくれ。カウンター、手をくれ。
リジン、ご機嫌ね。イケイケじゃない。すみません、私は本当にもう賞金首じゃないんです。リジン&ソル、記憶と記録に残しましょう。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。グランドバイト、危ない。グランドバイト、前から消えろと言ったはずだ。二度と戦場に出る。次はきっと大丈夫。リジン&ソル、記憶と記録に残しましょう。覚悟はできてるのか。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。カウンター、カウンター、オーケーキバイパー、カウンター、危ない。やめて、目障りだ。
がとう。大丈夫、リジー、ご機嫌ね。イケイケじゃない。あなたも私ももう一人ではありません。共に戦ってください。敵を作らない戦いを。リジー&アクセル、記憶と記録に残しましょう。負け方考えるときいざ尋常に。これが一本目、レッツ勝負。カウンター、食らえな。カウンター、じゃマイヘンス、キャー、レッツワン、パスマイヘンス、カウンターシード、ローテルカウンター、ローテルカウンター、トータルカウンター。そこには思いとどめるべき道があります。でも前ではないんです。リジー&ポチョムキン、記憶と記録に残しましょう。私のこの力はただ壊す力。教えてください、何かを守る覚悟とは誰かを傷つける覚悟なのですか。その問いは難しいですね。答えを一つに絞り込むには人は幼すぎる。しかしこれだけはわかります。誰も傷つけない世界があったとしても人が傷つかない世界はありません。いえ、その傷を背負わない世界を私は人の世だと思えません。だから私は誰かを傷つけうる力や行いにどんな意味があるのかを考えるべきだと思います。力の意味、自らに問うこと。それをやめてしまった時こそ人は誰かを傷つけても気づかなくなる。それはどんな暴力よりも恐ろしいことです。私にもあなたのような心の強さがあれば。そう思うのはあなたの心に椅子がないからでしょう。椅子？立ち話では心を開いた話はできない。だからあなたを切ります。え？いざ尋常に。これが一本目、レッツ勝負。あゆみいや、くっ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 、
ス決闘。逃げてください。追っ手が来ます。どうしてですか？あなたには何度も私を撃てる機会がありました。どうしてそうしなかったのですか？あいつの言葉を思い出しました。言葉をこじらせると伝わるはずの気持ちが伝わらなくなる。知ってほしかったんです。あなたの力を受け止められる人間もいるということを。イジー&カイ、記憶と記録に残しましょう。あの時あなたはこう言いました。力とは大きさで測るものではない。100人の言葉が一人の独裁者に届かないことがあれば、一人の言葉が100人を奮い立たせることもある。力とはその時々で形を変える。求められるのはその意味だと。私の力も今は意味を持っています。なるほど。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。それではダメなの。
強くなりましたね。今はちゃんと椅子がありますから。あなたが無事に帰り、そこに座ることができるように。ありがとう。少し冷静になりましょうか。